かい。イエーイ。気持ち悪いですね。簡単。なんだなんだ。あ、なんかフリーグしてる、フリーグしてるよ。止まんねえ止まんねえと思ったら、あ、これで行くんだ。はあ、なんで行ったんすかね。チャンス役にいたわけでもないし、なんだろうこれ。あ、これで行くのか。3枚ベルで行くんだ。なるほど。ああ、デンジャー柄出てますね。藤少女の伝統的な強い柄ですね、デンジャー柄。パチンコやんない人はあんま馴染みないと思いますけど。天井に到達できるかどうかですね。ここまで来るとポイントはね。今1450ゲーム超えたとこですから、あと150ゲーム、150ゲームで何かしら確定役引いたり、あるいはチャンス役バババッと引いて当たっちゃったり、このリッキー7、3連を超えられなかったり。バカ野郎、ふざけんなよ、畜生。なんだよこれよ、おかしいだろ。ちょ、見てくださいよ、1458だぜ。できなない4連だって。今まで散々すかしてきたくせに。おーい、すごいことになってますよ、ほら、超急降下アルペンスキー。4000枚超えてますね。まあいいよ、とりあえずスタートライン立ちましたから、ここから5連6連させればいけますから、ね、うわ、演出ない、終わった。踏んだり蹴ったりですね。さあ、261ゲームで当たりました。全国残ってたのかな。お、乗った。さあ、これが逆転への糸口になるんでしょうか。行ってみましょう。4-9-3で勝利ですね。弱った弱った。カッパーガスとカッパの突破ゾーンに行くのかな。勝ったことがないんでね、今まで。ボーナス、ボーナスなの。そっか、あ、僕が前打った時は
確か通常時にレース中に超がついてる7が揃って超ヤジキタボーナスいって AT 入ってなんかそれしか体験しなかったんでどういうことなんだろう。パニックです。ほらねやっぱねあれなのかな、葉っぱで勝ったからさっき超ヤジキタボーナスから始まったのかな。お、なんか引いたぞ。ここでのチャンス役はしかも強チェリーだよこれ。いいんじゃないの、いっぱい取れるんじゃないの。よっしゃ3桁、平均50だから60ぐらいなんで、ヤジさんと北さん単品の突破ゾーンはね100はいい方ですよ。お、2ゲーム連続チャンス役、ボーナスは下駄です。あ、ボーナスは下駄です。わ、ボーナスは下駄です。次は全部ボーナスなんじゃねえの。あ、来たボーナスはボーナスでございました。初めて引いたよヤジキタボーナス。終わっちゃった。あれ、まだ続いてるぞ。なんで残り0ゲームなのになんで続いてるんですか。全長中ってことか、もしかしてなんかの。あ、なんだこれ。これ映像に残しちゃいけないことが起こったりしてんじゃないですか、もしかして一生終わらない AT とか。でも次は一生までは続くとか。あ、ほら、ワッショイがベルナビなのに、ワッショイがここまでは続くっていうような感じだったんですかね、もしかしたら。新現象が発生しまして、ワッショイ、こういうの空元気って言うんですよ。ワッショイでございます。おお、すげえウーハート、振動きましたよ、振動。うおーって、これは多分強チェリーじゃねえかな、やっぱりね。レアメタルってあれでしょ、携帯とか作るやつでしょ。レアメタル、確かね、高くで売れるやつだよ。これ何ゲーム乗るんだろう。あ、すごい巨乳ちゃん、300ゲーム乗るか、乗るのか。来た、はあ、桁が一個違うよな。はあ、当たってる。取れました、今取れたかな。ボタンでゴッドランプ、これが通常の AT かと思いきやあるんですよ、ゴッドが。ゴッドとかプレミアム役が、てか初めて引いた。さあ何が止まりますか。はい、あー、ゴッドないか。簡単っすね。またあっという間に天国上がって当たりました。108ゲームです。
りした。単なる氷で右上がりで100、右上がり100ってパターンですね今日ね。こういうセットみたいです今日は。ちょっと当たんないんでやってみます。これここに置くといろいろね大変なんですけど、ちょっと物は試しに。やってみましょう。やっぱ邪魔なんだよな残念ながらさ倒れるんですよ。で僕このね結構こう手をここに置いてあんまこの左手動かさないで打ったりもするんで、こうね、まあ、まどうしてもねちょっとやっぱ快適プレーの妨げになってしまうところもあるので、いや行為はありがたいですよ。わざわざねゴッドのライターくれるって行為はやりたいんですけど、すごい快適じゃなくなるんでちょっと申し訳ないですけど、どうしようね、どっか違うところ置こうか。こことか落ちそうだよね、なんかブーとかなったら。こっち置いとこうか。ここがいいや、ここがね。あー400のゾーンに到達してしまいました。ここで当たらないとね、またハマっちゃうのかな。おーしゃ、お願い、青以外、青かー、あっやっぱ落ちたわ。落ちるってこれすげえ縁起がよろしくないぞ。入った瞬間落ちましたよこれ、トロンって。よくないわー。じゃここにしましょうか。もう見えない、もう見えない場所にあるわ。突然ですがこちらのホールは各台に、携帯電話とかスマートフォンの充電ができる設備が整っております。これがそうですね。で、まあ、そういうのも、まあ、最近珍しくないじゃないんですけど、ここはねこれがついてるんですよ。これ押すと、まあ、ウィーンってこう広がるんですよ、ね、ここにこうスマホを置くとこれでこう閉められるわけですね。ここでストッパーが止めてくれて、でこう見ながら打てる。でここに USB だったりなんだりかんだりがあるんですよ。こっちのこのコネクタがあるんで、やろうと思えばでかい iPad とかもいけるのかな。なんで押させば充電できるんですけど、刺さらないっていうね届かないっていう。これ僕ケースつけてるんですよ。ケース本当はこんなでかくないんですよ、まあ、でかいんですけどこれぐらいなんです。割れたら嫌だから、このでかいのをでかくなるのを承知でケースをつけてるんですよ。これだと届かないよね、結局届かないんですよ。多分届くんですよ。今日は届かないですけど多分届くんですよ。まあまあいいや、これでこうすれば届きますからね。ほらで、これで充電できますよっていうね。え、あ、これを刺すのか。あ、違うね。これここにこっちの2本出てて、こっちをここにぶっ刺して、でこっちで充電するんだね。そういう仕組みですわ。ここには収まらないんですよ、だからどうやっても。あ、こうすればいいのか。これじゃやりにくくない変だよねこれね。まあ
いや、どうしてもやりたいならこうなるってことですよ。多分これはあれだね、こう置いてこう操作するようですよ、打ちながらこう。あ、そういうことだ。回った回ったよ、これほらつまりですよ、こうできるってことですよね。ほら解決、合点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 なるほど、これでいいのか、そういうことか。あ、もうすでにこういうことなんですね。はあ、なるほどね、よくできてるね、運命の力ですわ。なんでこんな解説してるかっていうと、要するに当たってないからなんですよね。よく当たってよく出てれば、あのこういう設備の説明もねしてる暇がないので、やりたくても。黄色いのはやっぱ AT 中にたくさん引かないといけません。あんま噛み合ってない感がありますね。だから現時点では台と噛み合ってないのか、お店と噛み合ってないのか、それとも両方なのか分かりませんが、あー、そんなこと言ってたら、あー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 、来た来た、もう一個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 、あれ、あ、来たほら来た、ほら来た、噛み合ってるわ、今日噛み合ってるわ俺はい、戻ってきて大正解でございました。あー、ほらね、初収録あるんだ、いろいろね、すっげー負けたりゴッド引いたり。はい、おめでとうございます。いやー、噛み合ってました。いや、子役引けない分ですよね、リプレイ引けなかった分が返ってきたんですよ。リプレイなんかいらねえんだよ、だからゴッドだけ引けてればね。あー、楽しい。はい、ゴッドさんの登場でございます。おおあった、ボタンプッシュで200とか初めて見たね。だいたい30ですからね、30までですから。いや、びっくりした、何引いたんだろう。あ、集団だ、やりました。しっかり収めておいてください、しっかり。負けでした。よーし、パーフェクト目指しましょう。どうやって打つんだっけな、あ、右からだ。よーし、冴えてるね今日は。いいね、いいね、いいじゃないですか。今のところパーフェクト。ほら来た、ほら来た、変えてるぜ今日は、目押しがパーフェクトだよ。負けでした6ゲーム連。そろそろ化けの皮剥がれるぞ、これ。調子がいい、ね、
お、これが目押しで食うってことだからな、覚えとけよ。